今日のご飯はミートソーススパゲティ。予定もあるから早く帰って食べないと。うわー。何今の？でもカラスが低空飛行することなんてたまにはあることか。うわー。もうなんなんだよ怖いよ。ってなんかよく見たら私のこと追いかけてきてない。いやでもさすがにそんなことはありえないか。うわー。てめえやっとリングしてくるぞ。ごめんこれ何の動画？というわけで昨日に引き続きフェスやっていきますか。冒頭のカラス事件関係ないんかい。皆さんやっぱろう、普通の助かる方法を探す派っていう称号もらえるじゃないですか。普通じゃない助かる方法ってなんだろうと思ってしまった霊夢よ。そういうことじゃないんだよ。おいっす、誠の助かる方法を探す派っていう称号もらえるじゃないですか。誠っていう人を救うストーリーみたいでかっこいいねとマリサだぜ。お前もずれてるじゃねえか。それでは世界滅亡フェスの2日目、鳥からマッチやっていきましょ。今回は私とマリサで来てるので、前後半で選手交代してお送りしますよ。上記の時間までスキップだ。私のプレイも見てくれよ。前半は防衛側からお送りしますよ。今回の鳥からの舞台は倍外艇で、2層構造なのも相まって、攻撃側がどっから来るのか難しくて大変な感じがするな。っていうわけで見つけたら先手を打ちましょう。私より活躍が早いんですけど、今から私視点にしてもらってもいいか？いやまだまだ始まったばかりですから、活躍の場なんていくらでも残されてますからね。一角トーピード、これがスーパートーピードバトルか。早々シグナル捕らえされてたけどナイス防衛。でもちょっと攻撃が過激すぎる。ナイス玉に紛れて誰か向かってくるかもしれん。そういう時に便利なのがこの花火玉ですわ。ちょい落ちしておくだけで割とシグナル抑制になって便利。と、結構無理して取りに来たわね。捕らえ回数多ければ保持時間少なくて済むからな。人数減った隙にもう一人も倒しときましょうか。ってあぶね、後ろのこと全然気にしてなかった。オールキルできたらかっこいいんでそのためだけに神タンク。かっこいいオールキルはできましたか？暴力のない世界の方がかっこいいよね。この演出はめちゃくちゃダサいぞ。なんだよ非暴力と正義って。いえこっちは正義ですね。ソフトバンク？今何してるとこだっけ。神タンクを外した後ですよ。ちょっとナイス玉とトーピードはさすがにヤバすぎる。この二つシナジーが高いからね。シナジーが高いからね。ちょっと英語っぽく読むのやめろや。と、サメが溜まったなら追いかけるのはやめときましょ。爆発した後きっちり倒させてもらいます。その隙にコソコソしてる君も見逃してないぜ。よし抑えは結構順調そうだな。使い道もないので花火玉ボイボイ。塗りが致命的なプライムにとって地味にありがたいギミックですわ。キルすれば花火玉は回収できるから、キル性能高いプライムにとってはかなり追い風なシステムって感じ。今さら気がついたけど塗り状況って地味に負けてるんだな。結構派手に負けてない。君も手に青スパだから塗り性能がとんでもないっちゃとんでもないけど、にしてもシグナルすら取られてないのにこの状況はちょっとまずいかも。シグナル取られたらかなり状況きついから何が何でも守らんとな。うわびっくりした。あ、でも相手もびっくりしたみたい。さりげに高度なラインマーカーを見せつけていくスタイル。何が高度なのか全然わからん。センサーついてれば見逃しはしない。あ、ナイス玉はちょっとやべえかも。花火玉でお茶濁しつつ速度に上がって撃退するわ。もうそろそろ特攻捉えされるだけでもカッコされる予感するな。潜伏してれば取りに来そうな気がするんだけど。あ、カーリングに完全に釣られたわ。後ろから来てんぞ。大丈夫任せといて。どうよ今のなかなかかっこよかったのでは。かっこいいかは別として抑えてくれたのはナイスだわ。もう時間もないから私敵陣に入ってこようかな。シグナル取られたら結局負けだし、そろそろ入っていかないと普通に緑陣営に負ける可能性あるからな。それなら何か協力できるといいんだけど。あ、緑陣営一人は下にいるわ。もう一人はわかんないけど敵陣荒らしに行くならチャンスかもよ。よし分かった思う存分暴れてやる。うわっちょ、緑ももう一人ここかよ。イカロールス、センサーついてるならウルショでも早確定キルまである。よし、青陣営一人残して完全に倒したわ。緑側の塗り返しは私が務めましょう。と入ってももう適当にやってるだけで勝てそうだがな。ラスト10秒絶望の神タンクタイム。倒されなければそれでいいだろうから無理しない無理しない。お、なんか当たった。よしもうこれは完璧。最後にもらった花火玉を敵陣の方にポイポイしまして、終了。まあまあ守ることなき勝ちですわ。逆に中盤めちゃくちゃ緑に押されてたのが結構謎だったな。シグナル防衛と最後に乗り込んだのが正解で勝てましたね。それじゃあ2戦目は宣言通り私視点でいくぜ。ルールは同じく鳥からバトルで、今度は攻撃側やっていきます。
誰が動画飛ばしたやつ。ちゃんとみんな見てくれてるわよ。共闘チームの構成がえげつないんですけど、塗りとか制圧とかめっちゃやってくれるオーラをひしひしと感じる。ひとまず自陣塗りだけはちゃんとしましょうか。開幕20秒はシグナルもないですからね。でも持ってる武器がプライムだからな。プライムが一生懸命塗ってるのなかなかけなげでしょ。料理下手っ子が頑張って手作りチョコプレゼントしてるみたいな。何そのレベル高い妄想力。シグナル登場と同時にウルショもたまりましたわ。運動しようぶっ放してしまっていいもんだろうか。ああもうトルネードったら打つしかないですわ。今さら逃げても間に合わんぞ。敵がいる様子全然ないんだけど。ってことはこれシグナルに向かっていけるのでは。というわけで失礼します。失礼しました。ちょっとこれのオキラスが相手なのきつすぎるんですけど。しかもなんか位置バレてるし。あっぷね、よっかったぞ私。お、ダイナモに完全に気を取られてる。それなら背中もらいましょうか。3人倒してるからシグナルチャンスかな。じゃあシグナルデフォルト行きますんでカバーだけ頼むわ。おお、ダイナモの人と共闘だ。惜しかったな。もうちょい早ければな。追加でもう一人ももらっていくぜ。フック割れながら完璧だ。どっから出てきたんだ。二段階で視聴すな。ドラクエシステム？でも控えめに言ってなんで今のが倒せたのかなどすぎるわ。手追いって感じでもなかったし、あれでも本当て入ってたんだな。つうわけでそんな華麗なウルショウモン一発を広めといきましょう。あ、ちょっと待って、ゴムはやばい。地形にぶっ放して終わってしまった。あ、まあまだ半分あるし、トライするには十分時間あるだろ。よっしゃ、敵にないか。いや、めっちゃ神がいたわ。全然チャンスじゃねえじゃねえか。チェチャンスーだよこんなの。チェチャンスー悪く言うなよ。ともかくレイムの復帰までは待つか。障害物裏で待機してあげるとっても優しいマリサさん。そういうのは自分で言うもんじゃないのよ。チームダイナモがデコイ打ってくれてるけど、正直私たちも近づきにくいのよね。デコイ避けてきたところを叩く方向でいい気がするけど、ちょっと潜伏してみるか。と堂々入ってきた。あ、ちょっと全部やめて。これひょっとしてチャンスった。ウルショでどかすからその隙に行っちゃってほしいかも。うわダメだ、ボールドいる。オッケー、そいつはどかすからトライしちゃってくれ。ボールドなら顔が出ないはずだが、ハンコだけはさすがにどうにもならん。あとは頼みます。よし、ナイスシグナル確保だ。との心とかないんか。と、あぶね、チームとまともに戦うのは得策じゃない。お茶に押し花火するけど。あれ、追ってこないのか。ジム中なら今つけたマーキングよ。壁登り初心者すぎんか。危な、そんなもん振り回すんじゃありません。うわぁ、もう一人は無理。こらぁ、マリサにくれるな。ありがとう、君は命の恩人だ。との心あったわ、よかった。あっ、そこ塞がれてたの見てなかった。じゃあ、ウルショで吹き飛んでもらいますか。ぐーっと一気に詰めまして。よし、完璧。じゃあ、私も神タンクで無慈悲しようかな。こりゃもうさすがに負ける理由が見当たらんな。というわけで最後はジム相手に、見事な立ち回りで翻弄して対面勝ってみせましょう。移動先にエイム置いて私の勝ち。ってことで圧勝でしたね。最後の戦いだけは見過ごせませんけど。ってことでフェスの結果見ていきましょ。なんか体感だけどやりたいことはとめっちゃ当たった気がするのよね。むしろいつも通り過ごす人と全然当たらなかった気がするわ。まあ予備祭はいつも通り派だったな。そうそう、一番気になるのが得票率なのよね。助かる方法探すはすっくな。投票の半分がやりたいことじゃ、そりゃ青インクばっかり相手になるわけだな。スプラユーザーでドクターストーン読んだことある人は 20% と。だからそれ関係ないって。あ、これはもううちの陣営は絶望だわ。でもこれどっちが勝ったんだ。おお、20ポイント差でやりたいこと派の勝利だわ。というわけでやりたいこと派の皆さんおめでとうございます。いつも通りも助かる方法派もお疲れさんだぜ。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな。よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。